モンスターストライクモンスターストライクモンスターストライクはザ・フラグのゲームアプリモンスターストライクを原作とする日本のウェブアニメ作品。略称はモンストアニメ。2015年から YouTube にて放送を開始した。2018年最新シリーズの第1話は公開3時間以内に世界累計視聴回数100万回を超え24時間以内に200万回を 突破するなど高い注目を集めている。アニメ第一期の第一話は配信翌日に累計再生回数140万超を記録。YouTube 公式チャンネルの登録者数も8万人を突破。2018年8月4日時点での世界、累計再生回数は3億回。2018年9月10日時点で、 モンスト公式 YouTube チャンネルの総再生回数は3.8億回に至る。2015年5月12日にアニメ化が発表。制作にあたりまず考えたのが、まずオリジナルであるということであり、スマホゲームとの物語上のつながりなどはないが、当初は Nintendo 3DS 版のモンストを想定したもので、ありそちらとのつながりはある。 小中学生でも見やすいようにとの理由でテレビ放送ではなく YouTube での配信を選んだとされ2015年11月には日本国内のゲームカテゴリーにおいてダントツで視聴されるコンテンツになった2016年8月27日には世界累計再生回数1億回を突破し大きな話題を呼んだ一期と二期は人間がモンスターを召喚及び操る形だが 3期では、モンスターたちが主体性を持って戦う。3DS 版、モンストをベースにしたストーリーとなっており、2015年10月10日より、YouTube にて1.2話を同時配信し、3話以降は2016年1月2日まで、毎週土曜日の19時に、全14話が全世界同時配信され、本編映像に、英語、中国語、韓国語、フランス語、 ドイツ語等の字幕を付加させたものも配信された。第1期、第2章は2016年3月26日に配信開始され、第2章の1.2話にあたる15.16話が同時に配信され、17以降は第1章同様毎週土曜日の19時に配信。また、第1期、第2章開始に先駆けて2016年3月20日に、 ユナイテッドシネマとよすにて第1章のストーリーを約72分に編集し、新規カットを加えた総集編と15.16話の先行上映イベントが行われ、総集編はイベント終了後に YouTube で配信開始された。第2章ではバトルシーンがトゥーンレンダリングによる 3DCG で描写されている。各話のエンディング後に、 解放の呪文と呼ばれる謎解き券、キーワードのコーナーがあり、それを解き明かして、アプリ版で、ひらがな入力すると、ゲーム内アイテムが入手できる。第26話のクライマックスより、謎のカウントダウンが表示されていたが、33話ラストにて2016年7月27日より、アプリ内での坂本龍馬の重心化決定と、2016年12月に、 映画公開決定の発表までのカウントダウンだったことが判明した。2016年8月14日には、連たちの沖縄での夏休みの出来事を描いた約1時間の長編エピソード、マーメイドラプソディが配信された。2016年11月5日配信の第47話より、プレイヤー内の日本語字幕に対応、それ以前の話については順次対応していくとのこと。 48話において、最終回までのカウントダウンが表示されるようになった。2016年12月3日には、最終回と劇場版、冒頭10分間のシーン、そして1時間後の20時には、ミント、春馬たちにスポットを当てた、第1話から1年前の出来事を描いた、劇場版連動の長編エピソード、レインオブメモリーズが配信された。 2017年1月1日より開催された新春特別おまけ付き町、重震災で、超重震災限定の新モンスターパンドラの登場に、先駆けて12月31日19時より、劇場版の後日談で、第2期の前日談となる、続、最終話、パンドラの箱が配信され、ラストにて2017年4月1日より、第2期に突入することが発表された。 同時に、第2期配信に先駆けて、同年3月25日に、その前夜祭りとして、第2期のプロローグにあたる、エピソード、活望の果てのり総合が配信されることも、アニメ公式サイト内で発表された。タイトルを、モンストアニメとして放送された。第1期とは、主要スタッフも大幅に変わり、日常パートを含めた前編が、 トゥーンレンダリングによる 3DCG で描写されている。同年9月2日配信の23話をもって、第2期前編が完結、1ヶ月後の同年10月7日から2018年1月6日まで、後編にあたる、消えゆく、宇宙編が開始され、作画が第1期と同様の 2D に戻った。全13話。それまでとは違いオムニバス方式である。 作風はフル 3DCG となっている。2018年7月8日より配信。それに合わせて2018年6月22日にプロローグにあたる第零話モンストの危機が配信された。世界観が一新され、レンをはじめとする人間側のキャラクターが登場せずにモンスターのみ登場し、ルシファー反逆の打天使及びルシファーウェディングゲームではルシファーが パンドラ希望の少女ではパンドラがアーサー復活の騎士王及び、続編のアーサー騎士王の覚醒ではアーサーが、ソロモンエイの魔術王ではソロモンが、ノア箱舟の救世主ではノアが主人公を務め、各章ごとにそれぞれ制作会社が異なる。第3期ではモンスターのバックストーリーや悪式転生との激闘が描かれる。ノア編以降では解放の呪文が復活し、ノア編では 本編終了後にイラストの一部に文字が徐々に現れそれをアプリ版でひらがな入力すると得点が得られる。ウェディングゲーム編以降では普通に呪文のみが表示されている。2019年11月30日から12月31日まで第3期の最終章エンド・オブ・ザ・ワールドが配信された。 2020年11月6日には、エンド・オブ・ザ・ワールドのその後を描いた、劇場版、ルシファー・絶望の夜明けが公開。2018年9月より、キッズ・ステーションのモンストテレビ内にて、第1期が、テレビ放送開始。アニメ版と 3DS 版、劇場版の情報を記載。第1期、第2章27話から40話までは衣替えし、夏服になった。 主人公であるレンが率いるチームで物語の中心を担っている。当初はバラバラだったが、レンの下で徐々に団結を強める。洗脳された人々やライバルチーム、当人たちなどとの戦いを経て着々と実力をつけていく。レンが出会うことになる神の玄中学校の生徒たち。神の腹でのランキングトップ4という実力者揃いのチーム。アニメ版では、 謎のローブの4人組として無差別にストライカーを襲っていたことが太陽の口から語られている。後に彼らがレンたちに倒され28話で民の計らいで春馬創作のためにレンたちと共に渋谷へ向かう。劇場版第一作の冒頭でコロシアムでのレンたちの練習相手として登場するがセリフがあるのは太陽と純の2人のみ。春馬以外のメンバーは アニメ版では18話から登場し、春馬に合わせないよう連たちに勝負を仕掛けた。いずれも太陽たちのチームメンバーと同等あるいはそれ以上の実力者揃い。37話ではメメント森を倒すために連と協力し、それ以降連たちとの中も良好になった。名称はアプリ版や 3DS 版のものを記載する。アニメ版に登場するボスモンスター。 他のモンスターとは比べ物にならないほどの戦闘力を有し、アニメにおいて、ンたちの記憶を消した、超本人。共通として、体の一部が骨格が見えるほど、透明になっている。メメント森曰く人間の負の感情を世界にもたらし、戦いの種を広げることが目的。アプリ版では、口述のように超絶クエストで入手可能。3DS 版に登場するモンスター。 アニメ版では、キャラクターの立ち位置が、当人たちと差し替えられており未登場。アプリ版への登場は未定。マーメイドラプソディの、登場モンスター第3期での登場人物はすべて、モンスターで統一されており、人間は一切登場していない。オラゴンと、謎のダンボール怪人ルシファー編、パンドラ編、アーサー編、ソロモン編のア編、エンド・オブ・ザ・ワールド編、ルシファー絶望の夜明け読みは、 天聖。神に仕える十一人の神官。神殿に隠居しているダートを除く十人の天聖を、十天聖と呼ばれている。各天聖の名前は、旧約聖書に登場する生命の木に関わるセフィロトに配置された十個のセフィラに、二つ名はエプライ語に由来する。共通している部分は、神を殺した者の証である、壊れた天使の輪。 ダートといえ、ソドを除くすべての天性に存在する。悪式天性獣天性のうち、ビナーや神に背いた天清の総称。第三期総じての敵。天界だけしか自分たちの活動できる世界がないことへの不満から、生命の木を破壊して神殺しを完遂させ封印のくさびで封じ込め、様々な世界で、り死欲を満たすために、暴虐の限りを尽くしている。 アシキ天生の名称は、アプリ版の超絶クエストに由来する。その他のアシキ天生以下の4人は、ルシファー絶望の夜明けコラボのイベントクエストで登場。ルシファー編、パンドラ編、アーサー編、ソロモン編、ノア編、アニメ及び 3DS 版について解説。アニメ第3期及び劇場版、ルシファー絶望の夜明けについて解説。第1期では、メインキャストは、 エンディングアニメの冒頭部分にメインスタッフと共に表記されている。第1章はメインキャスト表記の際にキャラクター原案を担当した岩本によるイラストが表示されていたが、第2章ではキャラクターデザインを担当した高田によるイラストが表示されている。ソロモン第5話から書く動画題名を第一話闇への助章アニメモンスターストライクからルシファー第一話 モンストアニメ TV シリーズ第1話のように統一された。2016年12月10日に公開された。ウェブアニメ第1期、第2章の後日談だが、第1期の前日談にして、レインオブメモリーズよりかなり以前の出来事がメインとなる。2018年10月5日に公開された。ウェブアニメ第2期の後日談で、ミンが成長した姿で登場するほか、 かつて主人公らが操っていたモンスターも登場する。モンスターストライクザムービールシファー絶望の夜明けは、2020年11月6日、公開の劇場版第3作目。モンストの長編劇場版としては、前作、空の彼方以来2年ぶりとなり、ハクション大魔王の登場人物であるあくびと、コラボレーションした、スピンオフ兼番外作品の中編映画、パンドラと、 あくびを含めると1年半ぶりとなる。第3期ウェーブアニメの後日談にして完結編。監督には、テレビアニメ、シドニアの騎士や、アニメ映画、名探偵、コナンシリーズ、ゴジラ3部作で知られるシズの構文を起用。また、設定でのみ登場した、ストライクワールドの中核となる、マスターオーブの名称が、本格的に使われる。キャッチコピーは、全、モンストユーザーに次ぐ。 ルシファーからの宣戦復刻。世界は彼女に絶望する。終わらせよう、すべて。仲間を信じ抜け。前2作まではワーナーブラザース映画での配給だったが、本作はイオンエンターテイメントでの配給となる。イオンエンターテイメントが運営するイオンシネマや本作とタイアップしているローソングループのユナイテッドシネマでは、本作のコラボキャンペーンも行われている。 当初は2020年6月に公開予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮し、同年11月6日に延期となった。映画本編では後日のスペシャル編集版オンライン試社会では、カットされた未公開シーンを含む120分に加え、劇場公開に際して約7分の新規カットが追加され、上映時間は、モンスト映画としては、 史上最長の127分となる。本作品は、ハロー、ムービーアプリに対応した、スマートフォンやスマートグラスによる、視覚障害者用音声ガイド及び、聴覚障害者用字幕ガイドも用意されている。11月7日と8日の週末動員工業収入ランキングで、同時期に公開されていた、劇場版鬼滅の刃無限列車編などの人気作に、抑えられた関係で、 初登場6位となり、全2作で達成した1位を大きく下回った。スペシャル編集版オンライン試写会公開延期のお詫びとして2020年6月13日と6月14日の19時に、モンストアニメ公式 YouTube チャンネルで映画本編を編集させたものを、スペシャル編集版オンライン試写会として、全公編形式で2夜連続制配信された。ただし、先行公開及び、 作品のネタバレ回避という関係上、配信終了後のアーカイブには残らない。当日は、オープニングとエンディングに司会者として、ザ・フラグの中の一人 x ゲストに、ひかさ、ミズ大石がリモート出演。スペシャル編集版オンライン試写会の本編では、本来の上映時間120分のうち前編の約45分をナレーションを加えつつ、ブリタニア、 展開の戦闘シーンを中心に一部シーンをカットさせたダイジェストとして再編集後編を結末やエンドロール等を含めてノーカットで全後編に分割で配信アプリ内コラボイベント公開決定及びスペシャル編集版オンライン試写会開催を記念して2020年6月15日から7月2日までモンストアプリ内で本作と連動した コラボイベントが開催され、主要キャラが登場するガチャやエンド・オブ・ザ・ワールド編に登場したアシキ・テンのほど、ゲブラー、ネザクが六コクマーが5で出現するイベントクエストに加え、本作にちなんだ特別ミッションも開催された。その後、劇場公開を記念して、公開初日の同年十一月六日から十一月十四日まで映画、コラボガチャが復刻されたほか、 映画コラボのイベントクエストに登場した天生クエストも追憶の初期のラインナップとして期間限定で復刻。また、同じく11月6日から11月9日まで過去の映画コラボガチャに登場したキャラクターがアビリティ追加やステータス調整などの情報修正をした上で再登場するガチャモンスターストライクザムービーセレクションが開催された。ブルーレイ。 DVD の発売を記念して2021年5月23日から5月30日まで映画コラボガチャが再度復刻された。完成披露オンライン試写会10月2日に完成披露オンライン試写会の開催が告知され10月4日開催のザ・フラグ・パーク2020デイにのアニメスペーシャルステージ終了後の11時30分より特設サイトで開催の ルシファーからの挑戦状と題したモンストアニメに関連したカルトクイズに5問連続正解することで先着1000組2000名に10月24日の14時に開催の完成披露をオンライン試写会に参加できさらに参加登録後に SNS で招待用のアドレスを共有することで1名を招待することも可能開始からわずか10分で1000組に達して募集を締め切ったがサイト閉鎖までは クイズ自体は回答可能だった。さらに参加者の内希望者300名にスマートフォン用のスクリーンアンプと映画オリジナルデザインの紙製、折りたたみ式箱型パーテーションがセットになったスペシャル映画鑑賞キットがプレゼントされ、ツイッターでは完成披露オンライン試写会の会場に招待するキャンペーンも行われた。アプリ内鑑賞特典及び、 入場者プレゼント本作が上映される映画館では上映スクリーン内でモンストアプリを起動して発信機と接続すると鑑賞特典として映画連動ガチャで登場したルシファーカエサルのメガボルト版の素材となるファンタスティックオラゴンの後オペコのメガボルト版の素材となるオラネゲーム内アイテムの英雄の書ワクワク素敵レベルの書のうちどれか一つが排出されるアイテムガチャが 引ける、取れ玉が入手できる。また、数量限定の入場者プレゼントとして、本作制作時のエピソードや、こぼれ話などを収録した全6ページの小冊子プロダクションノートが配布された。その後週替わりの入場者プレゼントが追加され、11月21日からは、ルシファーのシルエットが描かれた、ポストカード、11月28日からは、 アーサーのシルエットが描かれた A4 クリアファイルが配布され、イラストの背景にはアニメ第3期の名場面が描かれている。舞台挨拶映像上映公開初日の2020年11月6日から8日と11月13日から15日の一部、上映会において本編終了後に DX、ヒカサ、ミ福島、大石による事前収録した約15分の舞台挨拶映像が 上映された11月6日から8日は、超、舞台挨拶。11月13日から15日は、劇、舞台挨拶となり、それぞれ内容が異なる。あらすじ最後の足利天清、イエソドとの激闘を終え、ストライクワールドは、平和を取り戻した。そんなある日、オラゴンが部屋にくつろいでいるとオラネによって、再び、ストライクワールドに召喚、ソロモンの祖国。 レシアルに飛ばされ、同時に何者かに襲撃されていた。その正体はかつて、ソロモン、アーサー、ノア、バンドラ、ビナーと共に戦い、ストライクワールドを救ったはずの英雄、ルシファーだった。ルシファーのまさかの行動に困惑するソロモンは、レシアル国の宝物庫に保管されていたマスター・オーブをルシファーに奪われてしまい、 祖国の壊滅を許してしまった。ルシファーの身に一体何が起きたのか。遠隔タイアップなお、全2作でタイアップしていた月次銀だこは、本作ではタイアップしていない。キャストスタッフ主題歌映像ソフト化発売、販売元は NBC ユニバーサルエンターテイメント。映画第1作公開記念 CG アニメ、モンストーク。YouTube モンスト公式で、 配信の3周年特別企画トーク番組フルショトフラッシュアニメイラスト小型先生音楽からお辞儀ケンチャロン構成からチボリ KD 企画監修から 2GMC ハント寺島拓徳 YouTube モンスト公式で配信のウェブラジオ2020年3月28日から6月12日までと10月10日から10月31日まで 毎週土曜日の19時に配信された映画ルシファー絶望の夜明け宣伝番組。出演はオラゴン、オペコ、支配人。脚本は本田ダ也、アニメーション制作はストディオグーニズ。実写で紙や割り箸だけで人物を動かす、いわゆる人形劇スタイルの作風となっている。スペシャル編集版オンライン試写会開催に合わせて、 同年6月8日から12日まで5夜連続配信され、それをもって一旦中断するが、同年11月6日の劇場公開に合わせて帰ってきた。激安モンスト割橋劇場と解題した上で10月10日から10月31日まで配信。実写から CG になったが人形劇スタイルなのは変わらず。最終回ではルシファーがゲストとして登場。 戦慄のルシファーはただ一つの始まりの歌、モンソニダルタニアンのアイドル宣言、いたずら魔女と眠らない街は、2017年12月1日に、YouTube、ザ・フラグアニメ公式チャンネルにて配信された、オリジナルアニメ。あくまでザ・フラグ、オリジナルアニメ作品であるため、モンスター・ストライクの名はついていないが、本作のキャラクターは、モンストのガチャで登場するため、 スピンオフアニメとして分類する。登場人物スタッフ主題歌タツノコプロ共同プロジェクト。ハクション大魔王とのスピンオフコラボ映画。ザフラグドリガー制作映画。YouTube モンスト公式とザフラグで配信の銀魂コラボ第2弾開催を記念したコラボアニメ。配信中に視聴者が選択肢を選び結末を選択する。年月日時に YouTube モンストアニメ公式チャンネル、Twitter ライブ、アベマ、アベマアニメ2チャンネルでプレミア公開。モンストアニメ史上初のインタラクティブアニメとなっており、エンディング選択型ウェーブアニメーションと題し、本編終了後に表示される選択肢を選ぶことでその結末が見られ、選択しなかった結末は YouTube で公開される。2019年12月23日より、オペコが、 YouTube モンストアニメ TV でバーチャル YouTuber の活動宣言をしている。ただし配信は1回のみで以降は行っていない。モンスターストライク・ザ・ムービー・ルシファー絶望の夜明けに関するカテゴリー。ありがとうございます。